竹を平地みたいに駆け回って、すごかったぞ。小玉の子は関係ないよ。あれはこの粘素を入れた靴と粘着反応のおかげ。でもさっきので入ってた粘素をほとんど使い切っちゃった。次からは予備の粘素管も持ってくるか。まあね、使えそうなやつは全部。今度時間があったら装備を紹介してあげる。今はまず目の前の仕事に集中しよう。どれどれ、アンカーの一番から濃度3の粘素でアクティブカット。明確に異常はなかったよ。細かい調整も全て古名の製造技法によるものだった。それじゃあオイラたち、ラゾーリとニエガの手伝いをしてもいいってことなのか？まあね。あ、でもいい知らせと悪い知らせがある。あ、選べたかじゃなくて普通に両方教えるけど。いい知らせを聞き終わったら耳を塞ぐぜ。聞かなくても事実は変わらないけどね。それと記憶の抽出についてどう思う？あんたらしい答えだね。でもうちから見るとおばちゃんの話には一つ穴。まず記憶の抽出には制御できない要素が多すぎる。おばちゃんの体は耐えられないだろうけど、協力者がいれば冥国を使っ。協力者って、なんかラゾーリが悪いことをしてる。ここからいい知らせね。燃焼冥国は確かに犯罪にはうってつけの道具だけど、今んとこ協力者はいないっぽいし、冥国の力を乱用してるってこともなさそう。つまり客観的に見て燃焼冥国を使った犯罪が存在するかは一旦結果待ちってとこかな。で、悪い知らせは、燃焼冥国、前も言ったけど、古名は大霊の力を借りる装置なんだ。古名の所持者は、大霊は中継機みたいなもんで、古名の所持者が地脈に含まれる情報を感知するのを助けてるってわけ。大霊の力を借りないで、他の道具も使わずに地脈から特定の物語を見つけようとする。大河の本流から特定のサイズの砂粒を拾おうとするのと同じこと。そういうこと。そんなことになれば、人は魂が抜けちゃったみたいになるか、気が狂ってずっとブツブツつぶやき続けるようになるか。さて、おばちゃんが集めた記憶が地脈だとすれば、ニエガはその地、おばちゃんが何の道具も持たせずにニエガを記憶の体とはいえ、全ての記憶を失ったニエガはたとえ道具を使ってもニエガの過去をフィルタリングで。だからうちはおばちゃんが本当にしたかったことは、ニエガの体、理想的な状況なら別に何の問題もない。毎回正しい気、おばちゃんはニエガのことなら何でも覚えてると思うから。ただ、おばちゃんは大霊じゃない。あの体じゃ、もう長くは持たない。でも、そんなのどうやって解決すればいいんだよ。名前は、過去に立つ人々が未来、うちも決めた。おばちゃんに会いに行こう。